写真拡大。パリーグ、西武3対4オリックス、5回戦、2勝2敗1分、4日、メットライフオリックス吉田が逆転の3号ツーラン。右翼ポール際へ滞空時間の長いアーチを描き、チームに勝利をもたらした。最初、ファウルか本塁打かわからなかったので必死に走っていたんですけど、審判の手が回っていたので。入ってよかったです。1対3で迎えた8回、1点を返してなお一死一塁で、前夜は後期で併殺打に抑えられた小川の初球を仕留めた。7月に入り、4試合で3発目。打率4割、15打数、6安打、6打点と打ちまくっている。昨季も7月は打率357で7発、21打点。まだまだです。向上心を燃やす主砲が、チームを上昇気流に乗せる。西垣と離大。